2021年7月30日14時半になりました。第35回こもちゃん TV 続天畠大輔さん語るスタートします。みなさんこんにちは、原かおりです。今日はですね、7月最後の放送で第2回目の天畠大輔さんの登場ということで、前回ね聞けなかったようなところもいろいろまた聞いていきたいなと思います。ではですね、今日も一番最初に登場していただきますよ。株式会社土屋最高文化責任者の小本里さん、通称こもちゃんですね。ではこもちゃんを呼んでみようと思います。こもちゃん、はい、皆さんこんにちは。今日もお集まりくださってありがとうございます。またね、天畠さん第2弾ということで、今日は本当に楽しみにしました。ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もいっぱいね、いっぱいお話ししていきましょうね。先週はね、初めてのこもちゃん TV お休みということで、スポーツの日でオリンピックが始まった日だったんですよね。東京オリンピックね、このオリンピック、このブルーインパルス見ましたね。こもちゃんも見た、天畠さんもね見たって言ってましたよ。私開会式のドローンの球体みたいの見ました。こもちゃん、あれはテレビでしか見てない。あ、そう、私もテレビでしか見てないんですけどすぐ初め何かなと思って、すっごいなと思ってびっくりしちゃったんですけど、はい、ではですね、今日もスタートしていきます。はい、ね、じゃあ今までの振り返りっていう感じで、ちょっとねお話をしていくんですけど、こもちゃん TV、天畠さんももう2回目なのでね、そんなに詳しいこと話していく必要もないのかなっていうところではあるんですけど、こもちゃんはこもちゃんの生い立ちっていうところから番組はスタートしたんですね。で、去年の11月の2020年11月の終わりぐらいにこもちゃん TV スタートして、ね、こもちゃんの生い立ちをずっと辿っていき、ね、旧ソ連での障害で収容施設の経験もあって、そこから一回日本に帰ってきたけど、またこもちゃんは高校時代に旧ソ連の方に行って、で向こうで今度はね施設とかではなくて、ご自宅からその地元の学校に通うっていうことで、いろいろそこでまた経験をしたんですね。で、高校3年生の時にこっちに帰ってきて、こっちって日本に帰ってきて、で青い芝の会っていう障害者の障害者自立運動、障害者運動団体、障害者運動団体青い芝の会を、に入って、で自立生活のサポートをするの役として、こもちゃんはその頃活躍されてましたね。あれですよね、お仕事っていうか、そのボランティアに入ってくれる人とか、そういう人を募集したりとか、そういうこともされてた。募集して、マッチングみたいな、どうやればいいのかっていうことをしてたらしいね。その頃車で移動してたって言ってました。僕車運転してたんですよね。そうそうそう、こもちゃん、ね、運転してた時のやつ見てみたいですよねはい、で、その頃ですね、まだ学生だったんですけど、アルバイトでそのロシア語英語の翻訳通訳のお仕事っていうこともその頃始めていて、
で学生時代ずっとそれやってたんですよね。そうですね。で大学に入学して順調に過ごしていたんだけれども就職活動で民間企業を受けてみたんだけれど38社受けたけど全部ねちょっと断られてしまったようなところがあってちょっと悲しい思いもしたけれど、こむちゃんはそのねその学生時代もずっとやってたそのロシア語英語の翻訳通訳のあのノウハウがあったから自分で起業をすぐすることができて、でそれを2019年まで続けてたんですね。うん、もうあれですよね、結構その翻訳通訳のお仕事のところも内容がかなり難しそうな、なんかあの機械工学的なところの内容とか宇宙のね、あのまあ いろいろやる。やりました。いろいろやったって、ね、宇宙関連もあったし、機械関連もあったし、まあ有名な小説家と一緒にね、資料をなくしながら仕事したり、そういうことをやりましたね。そうなんですね。もう本当あれですよね。自分以上になんかそのいろんなものがどん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 入ってくる感じですよね。なんか内容分かってなかったらできないしみたいな感じで、すごいですね。でそれを2019年まで続けていて、でまああの青い芝の会の時に、まあ、障害福祉のところに一度関わるような形になるんですけど、2016年からまた障害福祉の分野に関わることになって、であの重度訪問介護の研修の中で障害当事者の講話ということでお話を始めることになったんですね。で、まあ、今のこの土屋での最高文化責任者その現取締役っていうところの位置で今ね活躍されてるんですけど、まあ、こむちゃんのお話としてはそのあたりで、でこむちゃん TV としてはあれですよね、クリスマスの時期になった時にあのクリスマスのネタでみんなの話聞いたりとか、あの 年末年始が終わってとまたなんかいろんなネタがありましたね。成人式とかね。そう、成人式。そうそうそう。でも面白かったですね。YouTube でちょっとね、あの、皆さんも見ていただけたらなと。私もちょっとなんか今、あの、見返してみたく、見返すって言わない。あの、見直してみたくなって。で、あれですね。今年の2月ぐらいからスペシャルゲストを招くようなの方法になって、で、今日の天畑さんはね、そのスペシャルゲストを招く第3回目のところに登場してくださってたんですね。で、第1回目が幼い美智子さんが来てくださって、第2回目が渡辺和文さん。で、今日ね、今日もあの渡辺和文さんね、来たいって思ってくれてたんですけど、ちょっとあのね、山百合園事件の、あの、5年、ね、5年目っていうこともあってちょっとあのすごいお忙しくって来ることできなかったんですけど、またね来ていただけたらなって思いますね。で3回目に天畑さん来てくださって、その次の週があの滝沢一郎さんが来てくださいました。そして深田浩一郎さんが来てくれて、桜井純さん、そして土屋のネタで土屋のイノベーションの話をして、でその次の週は、まあ、障害者とインクルーシブ防災みたいな感じで笠井由香さんとお話ししてくださいました。で柿島光晴さん、小田雅俊さん、大石彩子さんがねコンサートしてくれて、で土屋のリスクマネジメントのあたりの話も聞きましたね。はい。でその後、大田恵子さん、で吉川理恵さん、そして土屋の介護資格の取得研修、でその次の時に大小田誠さん、全盲の弁護士、ね、土屋のね、顧問でもあるんですよね、顧問弁護士。
で、その次が筒に玲子さん、そして志村清江さんで、前回が土屋のデイサービスっていうところで新しく始まったデイホーム土屋のところのお話を聞いてきましたね。そして先週はちょっとそのね、オリンピック始まるスポーツの日っていうことで、初めてそのコムちゃん TV お休みの日だったんですけど、そこを開けて今回天畠大輔さんに来ていただいています。ちょっと天畠さん、ちょっと長らくお待たせいたしました。すいません、長くなっちゃった。では天畠さん、コムちゃん呼んでみましょうかね。はい、天畠さん、こちらへどうぞ。天畠さん、こんにちは。いや、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。パパパの浜やらは、こんにちは。こんにちは。天畠です。こんにちは。あれ、あれ、今日はあれです、アシスタント、ね、山崎さんじゃない。あ、はい、山崎です。山崎さん、あれ、髪の毛切ったのかな。あ、今日結んでるだけ。結んでるだけ。そうなんですね。なんか、なんか前の時と印象がなんか結構違うとか、違う人かなと思っちゃった。違いますね。山崎です。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。天畠さんも爽やかな青のシャツでかっこいいですね。ではですね、今日ね、天畠さんのことを初めて知る方もいらっしゃるかもしれないので、少しですね、ちょっとプロフィールを表示させていただけたらなと思います。よいしょ、見えてますでしょうか。ちょっと小さい？これぐらいで大丈夫ですか？はい、天畠大輔さんですね。1981年に生まれて、1995年14歳の時に医療ミスにより四肢麻痺、発話障害、視覚障害、嚥下障害を負い、重度の障害者となり、車椅子生活を余儀なくされているということなんですね。で、ルーテル学院大学を経て、立命館大学大学院先端総合学術研究科先端総合学術専攻一貫性博士課程を修了された。これなんかね、早口言葉みたいな、すごい長いんですけど。で、ここの2019年の3月に博士号を取られたってことなんですね。博士号、博士号、はい。で、現在は大丈夫ハイを運営する傍ら、中央大学にて発話困難な重度身体障害者と通訳者間に生じるジレンマと新事業体モデルの研究を行われています。でですね、立命館大学生存学術研究所客員教研究員で、日本で最も重い障害を持つ研究者ということで活躍されてるんですね。はい。天畠さん、すごい人ですね。こうやって見るとね、また。はい。ではですね、コムちゃん、今日はまたね、時間足りなくなっちゃうと困るので、どん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 行きますよ。うん、はい。天畠さん、質問してスタートしてもよろしいですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ではですね、第1回目の時に、生い立ちとかそういうところとかは、聞いてたので、今日はですね、最初からもうなんか普通の質問みたいな感じになっちゃうんですけど、天畠さんの障害者観っていうところをですね、
まず聞いていきたいなっていうところなんですけども、まあ、ご自身の障害を含め仕事で障害者になった方の見方っていうところをこうちゃん聞いていきたいんですよね。うん、なんか補足するとこありますか、こうちゃん、その質問で大丈夫。うん、まあ大変ちょっと抽象的な質問、うんうん、だったんですけど、まあ天馬さんが思った通りお答えくださればありがたいなと思って、よろしくお願いします。はい、お願いします。では、事前に天馬さんから聞き取った原稿を代読させていただきます。はい、ありがとうございます。僕が障害を表記するときは、ひらがなの害を使っています。理由は、害という漢字の字のイメージが日本においてはとても悪いということももちろんありますが、それ以上に、介助者さえいれば、障害者は自らの障害によってできないことはとても少なく、時には健常者よりもプラスの力も持てるとさえ考えているということが大きな理由です。社会的には、障害は乗り越えることができます。何かやりますか。赤坂那覇行の波及、赤坂那覇浜やらフランス、フランスの事例の話でいいですか。はい。2年前に僕はフランスの重度身体障害者の施設を視察に行きました。フランスには世界でも珍しいロックトイン協会というものがあり、ロックトインというものは、ロックインというものは、アウトプットする手段が断たれてしまった障害、断たれるという障害になった、という状態を指します。ALS の方が進行により、体のどこも動かせなくなり、コミュニケーションができないという時など、閉じ込め状態ということで、ロックインという言葉が使われます。そのロックインの協会があり、その協会が発言、発話困難な重度身体障害者専門の施設を創設したことを聞き、2019年に出張しました。この施設は脳障害の方専門ということで、社会でも稀なものでした。僕は在宅ではなく、自分らしく暮らせる施設が存在するのか、もしもあるならば参考にして、ゆくゆくはそういったものを日本でも作れないかという思いを持っていたため、視察に行きました。この潜水服は蝶の夢を見るという映画を出してと言われていたので、DVD を見てます。はい。をご存知ですか？この作者はロックトインの当事者であり、この協会の創設者です。で、よければ、この当事者の経験談が実はのストーリーになっているものなのでご覧くださいということです。でそこで僕が感じたフランスと日本の障害者間の違いの話を少しします。フランス人は障害を社会モデルではなく個人モデルで乗り越えようとしていると感じました。例えば支援のあり方としてフランスではリハビリというものを非常に重視します。そうすることで障害者の体の機能回復を目指し、なんとか一人で生きていけるよう彼らをサポートしています。またフランスの障害者は在宅ではなく施設で暮らすことをベストと捉えているようにも感じました。これはハローバーとかに置いてた方がいいんじゃないの？なんか今あれですね、声が入ってます。大丈夫すいません。はい。例えば、在宅ではなく、フランスは一度施設に入所しても、施設間を自由に行き来することができます。今いる施設が気に入らなければ、別の施設に移るというようなことが可能なのです。これは、日本の就寝での施設収容のイメージとはかけ離れています。そのためか、フランスの施設は、日本の施設に比べて都心部にも位置していました。障害者が一人の力でより自分に合った施設を探して生きていくというようなイメージを持ちました。つまり、在宅でヘルパーと共に生きるのではなく、自らの力で生活するためにより良い施設を自力で探すのです。これは、フランスという国家における
個人主義の現れが障害者間にも影響を及ぼしているのかもしれないなと思います。個人モデルや医学モデルが強いということです。一方、それに対して日本は昔から集団支持的であったり、互助意識が強い国民性があります。それが介助者と共に生きる重度訪問介護制度の存在につながっているのかもしれません。もちろん重法もまだまだ問題点は多々ありますが、介助者と長時間を過ごし共に生活を築き上げていくという意味では、障害者間としての社会モデルが強く現れている制度だと感じています。以上です。ありがとうございます。そうなんですね。そうか、個人モデルがフランスではシェルなんだね。障害施設、施設で、うん、過ごすっていうのが。そうですね、うん、そうなんですね。国によって違うんですかね、結構そういう。もちろん背景になる文化がね、違う。うん。違っても当然だとは思う。うん、どうなんでしょうね、それはフランスの重度の障害者のところで、そこになんか不自由だとか、感じていらっしゃらないんでしょうね。まあ、ご自分でこう施設を選べるっていうことですけど。なんとなく、まあ、あの施設とかってなんか一回入っちゃうとそこになんかずっといるようなイメージが日本だとしません？そうなんですね、うん、向こうではそうじゃないっていうことなんですね。じゃあ、まあ、例えば僕が言ったソ連、まあ、ロシアですけど、ね、はいはい、まあ、施設っていう考え方があんまりおかしいっていうふうには向こうの人は考えてなくて、あの例えば働いてる人がなんかの際、まあ、労災でね、怪我、長期的な治療が必要になると、あの必ずサナトリウムっていうところがあって、それはもう休暇を過ごすところでもあるんですよね。だからフランスでもそういう考え方なのかなって、あの、まあ、お話を聞きながらちょっと思ったりもしたんですけど、でもただその点についてはどう思います？マトリウムと、今天畑の方から津本さんがいらっしゃったソ連の話、ソ連の、障害者間だったり施設への考え方というのはどういった考え方をしているのかを聞いてみたいということと、今、そのお話にあったかなというのですか、それは何ですかということです。あ、はい、わかりました。じゃあ、説明しやすい方から言いますと、サナトリウムっていうのはもともと休暇を過ごす場所って意味なんですね。休暇を過ごす場所。で、例えば、温泉地だとか、いわゆる、日本で言うと、湯治場になるのかな、そういったところに、まあ、サナトリウムっていう施設を作って、そこは特に障害者向けではないんですけど、いわゆるその労災で例えば怪我を負った人、そういった人たちが、まあ、長期的な雇用、療養っていうのかな、うん、療養する場所みたいな、療養する場所ってこと、うん、まあだからに日本語で言うと療養所になるのかな、うん、それがそのタナトリウム、は
ラトリウム。プラトリウム。で、ソ連の、まあ、障害者間は、やはり宗教観とか、それからあの国の、ね、歴史の影響をものすごく受けてて、やっぱりいらないものなんですよ、社会にとって。だから街の中に、例えば障害者がいると、それは邪魔者なんですね。で、僕がいた頃は、そういう雰囲気がものすごく強かった頃なんですよ。そうなんですね。で、社会主義の時代は、旧ソ連の憲法の中にもですね、働かざる者を食うべからずっていう言葉が明記されてたぐらい、やっぱり働けない何々ができるってことがものすごく価値が大きかったんですね。ですから、そういうことが初めからできない人間は、もう、さぞかどっかに別なところに置いていけばいいという考え方が主流でした。で、それは今でも、まあ、そういう考え方が残ってます。ただ、今のロシアはね、主にドイツとかアメリカからの資本が入っていって、そういうリハビリ施設だとか、あるいは障害者の自立センターだとかっていうことは、こともまだまだ少ないですけど、できてるようなので、まあ、日本と比べたら3、40年ぐらい遅れてるって感じですね。そうなんですね。手間とそう。今読んでて、お話しして。ソ連の施設はどこら辺にありましたか？郊外なのか、都心部だったのかという質問です。郊外だったんですね。本当に 冬になったら雪原しか見えないようなところ。あれですよね、なんかその施設の形的にはすごく立派でお城みたいな形してましたよね。そっかそっか。ま、だからあれなんですかね、コモちゃん、そのモスクワに行ってすぐに、ま、親がその施設に入れようと思ったのもそういうところもあったんですかね、考え的に。まあ、そういうことはあんまり親がどういうつもりだったかというのはあんまり聞いたこともないし、今更聞いてもしょうがないな。そうですよね。そっかそっか。コモちゃん、次の質問いっちゃっていいですか？はい、大丈夫ですか？じゃあ、天又さん、次の質問に移りたいと思うんですけれども、天又さん その会社では、訪問介護 の事業所をされてるんですよね。はい。で、まあ、訪問介護の事業所をされていて、まあ、ハラスメント的な問題とか、リスクマネジメント的な問題でも、まあ、いろいろその考えられてたりとかすると思うんですけど、結構あると思うんですよね、この業界も。そのあたりを
ちょっと天畠さんのお考えというか、天畠さんの会社ではどのような対策をしてたりするのかなっていうところをちょっとお聞きしていきたいんですけども、いいですか？じゃあ代読します。はい、お願いします。ハラスメントについてですが、実際あるにはあると思います、うん、例えば発話困難が僕の一連発を介助者がする際に、僕のことをおもんぱかってより早く対応しようと、うん、僕よりも先に僕の気持ちを代弁すること、これもハラスメントになり得ると思います。うん、パパパなはずのパヒヒヒパパパパのハマヤラパリリッリパパパパパなぜのなにパのパパリリノイパパパパなハマヤラヤリリノイリオクパパリパパパパヒヒヒとイソイフルパー能力で、つまりそのことは、裏を返せば僕自身が能力の高い介助者が自分の思いを代弁してくれているということに、また心地よさを感じてしまうということであり、自らの能力主義に気づかされるというジレンマをしばしば生み出すということも申し添えておきます。で、また利用者の考えていることと違うことを介助者が勝手に解釈をして進めてしまい、物事がある程度進んだ段階で違った方向に行っていることが分かり、取り返しのつかないような状態になること、それも一つのハラスメントになりうると思います。そういったことを避けるためには、やはり介助者をしっかりと事業者や当事者自らでマネージメントすることがとても大切です。ハラスメントの目を気に取ることは、常にしないといけないことだと、僕自身強く感じています、うん、そのためには介護者と密なコミュニケーションをとって、お互いの気持ちや頭の中を十分に理解していることというのが必要不可欠だと思っています。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、今天が盛んだおっしゃってくださったことっていうのは、ね、ハラスメントって大きく分けると2つあると思うんですよ。一つ目が今天馬さんがおっしゃっていたような、先々自分の意思をこう汲み取ってしまう、あるいは、まあ極端な話、その意思を無視してしまうことも分からない、ハラスメントになると思うんですね。で、私たちのこの会社ではもう一つハラスメントっていうものを定義してるんですね。それは利用者側からの過度な要求ですね。無理難題を引っ掛けるというようなことがすごく、問題になった時があって、で、その時に、この会社では、介護現場ハラスメントっていう、厚生労働省でもそういう定義をしてるんですね。つまり、利用者側からレセプター側にハラスメントを行うということもあるわけです。で、そういったことに対して、この土屋という会社では、委員会を立ち上げて、例えば利用者さんの側からの意見を吸い上げるシステムを作ったり、そういう話し合いを持つ場をちょっと作っ
作ってみたり、いろいろ、まあ、試行錯誤を繰り返しているわけですね。天は多彩のところでは、そういったことっていうのは、まず ありますか？それとあるとしたら、どういうその対策を取られているのか。山崎さん、今ちょっとあのマイクがすごいザーってって言っちゃってたので、一回今ミュートにさせてあのもらっちゃったんですけど、ごめんなさい。今お伝えしても大丈夫ですか？まだザーッとなってますかね？いや、今は大丈夫そうです。今大丈夫です。こういうところから言ったとちょっと近づけないですね。ちょっと伝え、また何かあったらあの教えてください。はい、わかりました。私の事業所は基本的には事前ヘルパーの登録だったりとか事前ヘルパーを使っている方の事業所なので、この利用者があまりにも無理難題を言ってしまうということについての管理というのはその当事者自身の人に任せていて、その関係性っていうのもその当事者と事前ヘルパー2人の間の関係の中でこれが無理なのか、どこまでが損失なのかっていうことをあの任せている、そこはマネージメントしてもらうというような形なので、あまりそういった形で事業所内でそこの線引きっていうのを統一した線引きを決めるということは今はしていないということです。なるほど、ありがとうございます。あるあかかかげのかきあかかかげのかきあかかかまなげのなみあかかかげのかきせせつめいせつめいせつめいせつの説明をしているということなんですが、今、はい、あのできれば画面共有をしてもいいですかね。はい、ありがとうございます。今 できますかね。はい、今できます。よろしくお願いします。見えてますかね。はい、自炊ヘルパー。自炊ヘルパーですね。漫画ですね。自炊
員ヘルパーって今派遣ヘルパーの登録をうちの事業所では主にしているということをお伝えしたんですが、その派遣ヘルパー制度というのはどういうものなのかということについて、県馬から代表を務める一般社団法人これ和音のホームページを共有して、ちょっとそのことを説明してほしいということだったので、和音のホームページを今共有しています。そこで重度訪問介護制度の中の受験ヘルパー制度というものがなかなか使うと良い制度ということで、ここに受験ヘルパーの説明をしてあるものが4コマ漫画になっていて、まあ、主にそこには書いてあるんですが、一般的に明示される、事業所が介助者派遣してて、事業所が派遣する介助者ではなくて、介助者の勤務シフトやどの介助者を派遣する勤務シフトとかというのを、当事者自らが決めていくという制度ですね。派遣ヘルパー制度は、通常のヘルパーと違い、利用者と、勤務となっているヘルパーを派遣ヘルパー制度にします。利用者が友達や知り合いに対応する人に、利用者から、ちょっと声が、声があれですね、消えてっちゃってますね。なんか孫ヘルパーとして、事業所に登録してもらい、ヘルパーは事業所の登録ヘルパーかな。あれですかね、マイクのね調子があんまり、うん、使い方ってなんか変なところあったりする。今雑音が消えましたね。あ、はい、ちょっとマイクをすいません、はい、マイクを今変えたので。あ、はい、ありがとうございます。と思います。さっきの事前ヘルパーの、はい、ありがとうございます。で、大変さはありますが、その代わり近い関係性を築くことができるということですね。利用するのは、うん、ここでその派遣、通常のヘルパーとはどういうものかっていう、事業所から給与、事業所から給与も支払われますね。利用者はヘルパーを派遣してもらうための契約を事業所と結んで、今日のヘルパーは果たしてどちら様なのか、運命やいかにということで、事業所から一方的に、まあ一方的にという形ですね、シフトを決めて利用者のお宅にヘルパーを派遣するというようなが、まあ、事業所が間に入る、当事者とヘルパーの間に入ってっていうことをするのが通常のヘルパーである、うん、ということに対して、事前ヘルパーは直接的にやり取りをする、近い関係性を築いていくというような形の事前ヘルパー制度というものです。これ探し方はどういうふうに探されるんですかね。事前ヘルパーの集め方というか、はい、はい、その当事者の方がどうやって探して、その事前ヘルパーを探すのかなと思って。ありますか。あ、か、家業、家業、かき、き、か、あ、家業のかきくかく、あ、か、作業のさしすせい、学生ヘルパーを見つける。近隣の大学だったりとかに求人を出したりとか、うん、近隣の大学にこう学生支援室に行って、学生のアルバイト募集をしてということですかね。あとはその大学で講義をやらせてもらったりといったいう形でですかね。で、学生ヘルパーを事前ヘルパーとして集めてきて、後輩をまた誘って行ってもらう。その卒業を学生はしてしまうので、次の後輩を誘ってつなげてから卒業してもらうっていう形で、そうするとやはり信頼できる、
方につなげていけるというような終わりなく学生ヘルパーが続いていくというのは一つの実践ヘルパーの集め方だと思いますということです。あるあかさた他行のたたですか。あかか行あ行のいいたいたうん。タウンワークに求人を出すという手もあります。学生ではなくてタウンワークに求人を出すという手もあります。タウンワークは個人では出せないんですよね。会社、事前登録先の会社とお話し合いをして、登録先の事業所がに代わりに出してもらう。お金はかかりますが、そういった形で求人をするという手もあるということですかね。うん、で、その入居者の方が、まあ、その来てくれた人の中から自分のこの人っていう人を選んでいくっていうようなイメージなんですかね。うん、そうで合っている。はい、そうです。そうですか。そうなんで、そっかそっかそっか、うん、じゃああ選ばれし者って感じですね。家業ですか。家業、家業あかさたな、な行のなにぬねの、の、あ行のあいう力、主義的な部分があります。そう、なので、能力主義的な部分も、そういう側面も実はあります、ということです。そっか。選ばれし者、ということ。し者ですよね。じゃあちょっとその人がどっかにあのヘッドハンティングされそうになったらちょっとつなぎ止めないといけないとかそういう、ね、なんかお給料高くしていかないととかなんかいろいろありそうですよね。そんなことはない。そんなことはありますか。ありますかね。居ついてもらうために給与面での配慮をするということはやはり能力の高いヘルパーを能力主義っていうところで難しいところなんですが、という意味であってますかね。そういう側面もあるということ。うん、あと人手不足とかという問題についてはどうでしょう。あるあかさたなはまやらばわあかさたわたしあかさたな行のなにぬねのあかさ行のさしすわたしのあかさた行のたちつてところはあかさたた行のたあかさたなはまやら行のらたらりたり、あかさた行の立ちつている。私のところでは今は人手不足で困っているというようなことはあまりなく、足りてはいますということ何よりですね。そうなんですね。すごい、すごい、そういう形もねあるんですね、ももちゃんね。うちも一部そういう方で一つの問題が減っていくのかなっていう。そうですよね。自分で選んだんだから、その、まあ、大事にしようと思いますもんね、やっぱり。そのケアに来てくれる人に対して。やっぱり会社形式にしてると、やっぱり。一定のお給料で、労働時間も守らないといけないし、ジレンマがあるんですよね。一人のその当事者の方に対して、何人ぐらいの方がそのケアに入っていらっしゃるんですか？まあね、その人によっても違うと思うんですけど、私の場合だと、私の僕の場合だと今は
常勤が4人ですか？今は常勤の実践ヘルパーが4人で合ってますか？4名と、あとは学生ヘルパーだったりとか、スポットで入ってくれる実践ヘルパーだったりとかっていうのが何人ぐらいいますか？10、11、12、13名ほど ?14?13?12?10?10 人。常勤ヘルパー、フルタイムで入ってくれる実践ヘルパーが4名と、あとは非常勤とか学生ヘルパーを含める非常勤ヘルパーが10名ほどいます、僕の場合は、ということです。そっかそっか。まあ余裕はありますよね。ね、豊富な感じですよね。あれですか、その根端さんのその事業所ではその当事者の方は何人ぐらいその利用されてるんですか？ある数字でいいですか？ 1、2、3、4、5名で合ってる。5名です、うん、そうなんですね。じゃあその5名に対して、まあね、それぞれあの大体その困らない程度の人数がついてるっていうことになるんですよね。あるあかさ作業のさしすせそあうですそうで当てるあかさ作業のたちつててそうてあかさたなははないです。そうではないです。そうではないんですね。うん。というのは、あかさたなはま、ま行のまみむね、はまやらは、あかさたなはまやらは、あかさ、作業のさしすせ、作業、あ、ある、あ行のあいうえおおあかさた行のたおたあかさたなはま行のまみむめおためしあ行あ行あいうえおかさたなままやらおためしあかさたた行のたちつてな行おためしあかさた作業の立ちつけてあかさたなは作業まややめてしまうやためしでやあかさたなはまやら行のらやらあかさたなはまやややらあかさたなはまやら行のらりるでてやられやられ、あかさた行のたちつてて、あ行のあいい、あかさたなはまやら行のらりるいる、あかさ行のかいる感じ、いるからってあってる、いるか、あかさたた、あかが多いです。いる方が、あかさたな、な行のな、あかさたなはまや、あ、な、などは、あか、か行の、か、なか、あかさたな、な行のなに、に、か、いる、なる。お試しでやられている方が中にはいるというのは、実践ヘルパーを使うということをお試しでやっている利用者の方が中にはいるということ。まず全員を自分のヘルパー全員を実践ヘルパーにしてしまうということはやっぱりシフトを組んだりっていうのは全てマネジメントを当事者自身がやらないといけないということで、実践ヘルパーはある程度当事者の生活に沿ったような介助をしてもらえるというメリットはあるんですが、派遣ヘルパーのように決まった時間に必ずそのシフトを埋めてくれるという事業所が必ずシフトを埋めてくれるというようなものではなく、その良い面もある
ですが、やっぱりそういった意味ではシフトの管理だったりとかがすごく大変なので、自分のヘルパー全員を自専ヘルパーという形にしてしまうっていうのにはまだちょっとやっぱり自信がなかったり、まだそこまではいけないなと思う方が、あの大丈夫範囲の弊社に、あの少しの自専ヘルパー知人だったりを少しだけの時間登録して預けてちょっと使っていくというような形っていうのの利用者さんが、まあ、結構多くって、あのうちではある程度自専ヘルパーを使うっていうことがこういうことだよっていうことを、あの、まあ天畑と、佐々木とで一緒にこうサポートしながら、その使い方っていうのを、あのその利用者さんにどういうものかっていうのを体験してもらいながら、アドバイスを天畑がしながら、まあ、長年自専ヘルパーを使ってきた天畑のこうなりのアドバイスをしながらっていう形っていうのが、やっているちょっと事業としてありまして、そういったことから考えると、全員が必ず利用者さんに自専ヘルパーで充足しているというようなことではないんですが、そういうようなサポート的な部分も、はい、そうですね、ちょっと特殊な形でのそういう事業も行っているという、はいはいはい、そうでしょうね。でもなんかその、ね、体験そうやってさせてくれて、その良さを、ね、分かることができるっていうのはすごくいいですよね、うん、あ、じゃあ今の続きでコモちゃん、この採用の方の話も聞いてちゃいましょうかね。で、ですね、あの次の質問でちょっと今のつながりみたいな感じになると思うんですけど、あの天畑さん の、 その事業所では、あの採用するときどういうようなその基準っていうか、どういうあれで決めたりしてるのかなっていうところが、あのちょっと知りたいかったりするんですけど、はい、じゃあ代読で大丈夫ですかね。はい、じゃあ事前に聞き取った原稿を代読します、はい、僕の事業所では学生ヘルパー、非常勤ヘルパー、常勤ヘルパーの主に3種類のスタッフがいます。もちろんきっちりとした線引きがあるわけではありませんが、僕の中ではざっくりとこのような住み分けをしています。まず学生ヘルパーは僕にとってももちろん大切な存在ですが、一方でインターンとして採用しているという側面も大きくあります。つまり学生にとってここがただ賃金を得るためのバイトの場ではなく、学生自身がいろいろなことを考え吸収する場所であってほしいと強く思っています。そしてその中から非常勤スタッフとして継続するスタッフが出てくると、僕はそれをすごく嬉しく思っています。この仕事のことをよく理解した上で、自らしっかりとやりがいを感じてくれたということがわかるからです。また、非常勤・常勤スタッフについてですが、僕は介助経験や介助の技術の高さよりも、面接では介助以外に何ができますかということを必ず聞いています。つまりそれは一芸というものをとても大事にしているということです。例えば、中国語ができるということなどです。その中国語ができるという介助者には、僕の論文を中国語翻訳する際のサポート役を担ってもらって、共同で研究を行ったりもしています。もう一つ何かありますか。アーカー作業で、あと作業さあししアーカーサタナハマイヤいやであってますか。アーカー社会、アーカーサタ社会的、アーカーサタナナ障害ってあってますか。社会的な障害。またもう一つ、僕は社会的に障害を持っているような人は一緒にいて楽しいなと思う節があります。笑う。おそらくこれは社会的に淘汰されてしまうようなマイノリティ側の人は痛みを知っている分、障害当事者への共感性が高いからなのかもしれません。もちろん単純に互いのいろいろな生きづらさをシェアするのも面白いなとも感じますし、そして社会の中でうまく生きるのが苦手な人は居場所を失ってきた経験が大なり小なりあると思うんです。重度障害者ももちろん社会の中で生きる場所を求めるのに日々必死です。だから僕はそういう人たちに介助者としての居場所を与えることで、共に存在意義を見出していけるような関係性ができたらいいなと考えています。以上です。
自然に素晴らしい。素晴らしいですね、本当に。本当になんか社会の全体のことも考えながらみたいなね。素晴らしい。本当に何かありますか？まあそうですね。まあ父親にもいろんな方がこう帰ってきたんですけど。まあその人一人にやっぱり、声を聞いていくべきだなって、今お答えを聞きながらね、考えてたんですね。やっぱり僕らがで、例えば本社に今、本社にいる人たちって、やっぱり最初は現場にいたわけですか、事業部にいたわけですからね。その中で、こういう時にある、こういう方面が強い、そういう基準でね、本社にこう移籍してきたわけですよね。だから案が今の聞いてて、父親のやり方も間違ってやりないんだなっていう気持ちがしますね。そうですよね。自分がやりたい方向っていうかね。じゃあ、ちょっと行きますよ。次行きますよ。いいですか？はい。天畑さんはですね、ヘルパーを育てるのが、上手そうな感じがする。っていうことで、ね、この見ててね、ももちゃんそういう風に感じたんですよね。で、その秘訣っていうのは何かあるのかなっていうのを聞きたいんですけど。はい、分かりました。じゃあそれもお伝えするで大丈夫ですかね。はい、お願いします。そう、僕はリアクションを大きく取るようにしているということがあります。時には大げさくらいに笑ったり怒ったり、それは言葉で自分の思いを伝えることのできない僕が、介助者にしっかりと強く自分の思いを感じ取ってもらうための秘訣の一つです。あとはやはりプロジェクト型介助論というものを採用していることです。これは当事者のやりたいプロジェクトをそれぞれ、当事者のやりたいプロジェクトをそれぞれの実践ヘルパーに主体的に動く余白を与えて、一緒に達成させる介助関係のあり方です。実践ヘルパーも当事者の単なる手足としてではなく、もちろん時にそういう場面も必要ですが、実践ヘルパー自身も主体性を持って働く自己実現の場として私の介助を担ってもらっているということです。これは介助者が高いモチベーションで継続的に僕の介助に居ついてもらうための秘訣の一つだと思っています。もう一つ、ただ学生のことで合ってますかね。学生はやはり 2,3 年で卒業をしてしまうので、先ほどの話にもあった学生ヘルパーね、順々に後輩につなげていってもらうということではあるんですが、その個人個人は巣立ってみんな新しい自分の夢に向かって巣立っていってしまうので、あまり深いプロジェクトには携わらせられないということもあります。僕の人生における長期的な目標を一緒に達成しようとするときに、どうしてもその要となる介助者には途中でやめられると困ってしまうという部分があるということです。そういう意味では、先ほどの雇用のところでお話をした常勤スタッフには、そのような深いプロジェクトを共同で進める役割を一人一人に担わせています。以上です。それはあれなんですかね、そのヘルパーとしてのその賃金以上に、そのプロジェクトに参加していることでの何かっていうのがまたあるんですか？交渉的に。ある？はい。あかさ、作業のさ、シースセソウですで合っている。そうなんですね。もうちょっと何かありますか？説明をする。
地球を高くしたらどういうようなこと、何かそれをやったからっていうようなこととかないといいですか。うん、大丈夫ですかね。何かこのプロジェクトを例えば一緒にやったからこのお金をあげるというような、ちょっとそういう分かりやすい形ではなくて、それでもやはりこうその経験年数だったりとか貢献度だったりっていうところで、そのスタッフには時給の面でそういうような一緒にプロジェクトを達成していくっていうようなところでの、まあそういう昇給だったりとか賞与面でのということはありますかね。それで合ってますか。何か他ありますか。それで大丈夫ですか。大丈夫ですか。いやそっかそっか、そういうことなんですね。山崎さんは何かのプロジェクトに参加しないと。もう一度いいですかね。あ、キモちゃんもう一度。山崎さんは何かその介護の他に何らかのプロジェクトに関わってるか。関わってらっしゃいますか。はい。いいですかね。私が一番関わっているのは、天畑が経営する大ジョブハイ、天畑が設立をした大ジョブハイというあのヘルパー派遣事業所のサービス提供責任者として、まあ、一緒に会社を起こしたあの一番最初の時から、まあ社員となって、まあ、一応その会社の運営面では右腕となって、その一つのプロジェクトっていうふうに考えて、天畑の会社運営の、を一つのプロジェクトと考えて、それはまあただ単にヘルパーを派遣するだけではなくって、あのそういった先ほどお話ししたような、どうしたら当事者の方が実践ヘルパーを使えるのだろうかっていうところの、会社でできることっていうのの、天畑のやりたいことっていうのを、まあその実現っていうのを一緒に共同でやっていくっていうところでの役割、ここは会社運営の面では一応山崎がそれを担当するということで、はい、やらせていただいています。なるほどね。そっかそっか。はい、あと他にはあの先ほどお話しした一般社団法人和音を和音をやっているあのスタッフがいたりとか、あとは天畑が論文を書いているので研究の方のやってるになっているスタッフがいたりとか、あとはまあ天畑一応身体介助と24時間っていうところでの、その夜勤帯を管理するようなところでの、あの身体介助になっているスタッフがいたりとか、うん、そういったような大事なところで一人一人あの自分が発揮できる場所っていうのをあの与えてもらって、一応頑張っているという感じです。いや、なんかもう聞きたいことがいっぱいあるの、なんかねえ、こまちゃん、なんか聞けば聞くほどなんか聞きたいことがどんどん出てきちゃう。ですね。あ、そうなんですね。どうりで、ね、天畑さんと山崎さんの息がぴったり合ってるの。本当本当。もう何年ぐらい一緒にっていうか、その何ですか。私ですか。はい。私が天畑の介助者になってからは今5月で丸9年になったので、一応10年目になって、その間は、はい、継続的にやっていて、で天畑が会社を起こしたのが約4年前の夏だったので、4年前からは完全に常勤としているという形で、その前の5年間ぐらいはアルバイトとして入っていて、まあ、ずっと継続的にもう約10年になりますね、もうすぐ。山崎さんはあれですか、その天畑さんの外なんていうんだろう、そのサポートに入る前とか、そのアルバイトで非常勤でやってた時っていうのは、その経営とかそういうところにお勉強されたりとかしてたんですか。いやー、それが本当に全く全くの何もわからない、そういうあのだったので、ちゃんとどこかの大きな企業で事務をやっていたとか総務を担当していたということも一切なかったので、本当に天畑にその会社を一緒にやらないかって言われた時には、もう何も右も左も分かんないような形で、でもやっぱりこう言われたからには、どうしても絶対
やり遂げないといけないというもうこの大丈夫杯という会社が天畠大輔のもう人生みたいなものなんだなっていう覚悟も感じたので、うん、ここでなんとか本当についていけるようにと思ってなただ数々の失敗を本当に重ね重ねまくりでやってきたので、うん、まあ本当にでも そんなでもそういうふうにあの私も本当にさっきの話じゃないんですけど社会的に淘汰されるてしまうような人天畠に居場所を作ってもらった一人だったのでそういう人でも次戦ヘルパーとしてなんとかあのいろんな次戦ヘルパーが今素敵な次戦ヘルパーの仲間がいっぱい後ろに増えてきてくれたのでみんなと一緒にやっていけてるのでそういったことをはいやっていけると思います。いやもうあれですね天畠さんと出会ってそういうふうにその始めてとかそういうところも含めてもう山崎さんの人生もガラッと変わったっていう感じですよね。あ本当に本当めちゃくちゃ勉強になりますよね全部が変わったと思います。大輔さんと会ってる人生と会ってない人生は本当に違う人生だったなという、うんうん、ちょっとその人生ゲームで示してみたい私もあの天畠のアルバイトに入った時はタウンワークさっきの話にあった、うんうん、この頃まだ紙のものがすごい主流だった時に駅でパッて見つけてなんかちょっとペラペラ家で見ていってタウンワークで目についたっていうような、うん、本当にその一瞬がなかったら通り過ぎていたらここにはいなかったと思うので、はい、おもちゃ面白いですね、うんまさに人の縁というかね。ねえ、本当に。ちょっとですね、また時間がだんだんなくなってきちゃったんですけども、前回お話ししきれなかったところで、これちょっと言っておきたいなっていうようなところとか、もうちょっと次に残したくないのでね、話いただけたらと思うんですけども、なんかありますか？ある？はい。あかさたなは行のはひふふ、あかさたなはまやら行のらフランスの話が前回しようと思ってできなかった話だったので、それをいい振りをいただいたおかげで、障害者館という素敵な振りをいただいたおかげで、フランスの前回しようと思ってできなかった話を、まあ、施設の話だったりとか、ちょっと潜水服の映画の紹介だったりとか、無理やりにすいません、入れ込めてしまったのはそのためで、ありがとうございます、ありがとうございます。言えなかった話はそこでちゃっかり入れさせていただいたのでということで合ってますかね。はい、あれさっき蝶の服を見るでしたっけな。潜水服。潜水服は蝶の夢を見る。潜水服は蝶の夢を。誰だ。ありがとうございます。ちょっとくまちゃん見たことあります、ね？あります。あるんですね。くまちゃん何年も見たことありますね。私がこの間言ってた、なんだっけ、人魚の眠る家あれもね、見てた。天畠さん見たことあります？人魚の眠る見たことが なんかある見たことがありました。見たことがありました。で、言いたいことがありますか？はい。あかさたなはまやらはあかさ作業のさしし、あか家業のかきぐち、あか作業のさしすせつ、しせん？しせ？あ行のあい、いせい、あか家業のかしせいか、あかさたなはまやら、わ行のわお、しせいかん、あかさたなはまやら、わお、あかさたなはまやらぼう、あかかぎょうあぎょうさ、姿勢感を考えさせられる、うん、映画ですよね。姿勢感というものを考えさせられる映画ですよね、ということです。まさに今、姿勢感ということが出てきます。また次の課題ができたと思います。
次第天畠大輔さん第3弾のあれ課題ができちゃいました。そういうことを最後で出してしまった3時間くらい大輔さん生還について話したいことがあるかもしれない。いや、あれですよね、機械のシステム的なところが どの程度今進んでるのかとか、そういうところもちょっとね、そのあたり天畠さん何かご存知ですか？その神経伝達からの人の体を動かすみたいな感じ、言いたいことありますか？あかさたなな行のなにぬねののですか？のうのうあのうあかさたな行のなにに玉を指して脳に電極を指してあかさたなは指す技術の話。あ、自分もそれで可能性があると言われたいと話をしてほしいということ。脳に電極を、脳を少し開いてということですかね。脳を開いてその電極を刺す手術というものがあって、自分がその数年前にもしかしたらそれが唯一の自分がこの障害を治す唯一の手段かもしれないというふうに言われていたのが、その脳を開いて電極を刺す手術だった。でそれができるのかどうかということを神経病院の方に入院をして、その検査入院まで自分は行ったということだったんですね。ただそこでちょっとやはり難しいということが分かって、もう今のこの現段階ではこの自分の障害を治すという道はないんだなということがありました。そういったエピソードがありました。なんですね。じゃあもうまさにそのなんていうんだろう、現場っていうかそこに近いところにいたわけですね。いやそう、もうなんか話が尽きないですけど、ちょっとあれですね、ご参加の皆様もちょっと話をね、天畠さんに聞きたいことがあるかもしれないので、くまちゃん、ちょっとお一人。そうですね、今、顔出しなんていう方は、チームの年中と、あとは玉木さんとね。玉木さん、今日も来てください。玉木さん、よろしいですか？今日もありがとうございます。ありがとうございます。すごい話ですよね。本当にちょっとニュアンス違うかもしれませんけど、ドクター X のヘルパー版みたいな感じ。あ、フリーランス。そうそうすると天畠さんは岸辺一徳の役割なのかな。だからメロンを持っていろいろ請求書です。いやでも、もうすごいなとしか言いようがない。いや、本当にこうプロジェクト問題解決的ヘルパー、時間を埋め合わせるんじゃなくて問題解決をするためのプロのヘルパーだなと思って、いや今度ちょっとうちの家内の相手してもらおうかな。相手して範囲とかあるんですかね、やっぱりその武蔵野市近辺だけとか。埼玉県ふじみ野市近辺は、埼玉県ふじみ野市って川越の近くなんですが、やってないですか？無理ですかね。大丈夫ですかね。今うちにいる利用者さんが一番遠い方で北九州市の利用者さんがおります。それはまあどういうことかというと、その利用者さんが近くで探してきた北九州の市立大の大学生だったりとか、その求人を出すタウンワークをで求人を出すサポートっていうのは会社が出さないと求人が出せないので、そういったところのサポートはうちの会社で行うんですが、で求人だけ出してその近くで
いい事前ヘルパーさんがいたら、その方と、まあ、私と天畑とでいろいろと、もちろん当事者の方を入れて、あのどういった生活を望んでいくのかとか、どういった関係ができるのかっていうことを本当に最初は一緒にあの考えながら、少し私たちは三歩後ろを下がって、その当事者と事前ヘルパーの方の関係性っていうのを見守っていくような形での、そういうサポートっていうのをしているので、あの埼玉であってでもここから行くっていうことではないんですが、今はズームを使っていろいろできますし、いろんな相談に、はい、乗っていけると思うので、本当にもしよかったら何でもあのお気軽に大丈夫、はい、和音までご相談いただければと思います。あのぜひあのヘルパー X を期待してますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ハイヒールでカツンカツン来るかもしれないいや、玉木さんありがとうございます。はい。コムちゃん、そしたらあのあれですね、あの天畑さんの方から、あの父親に対して質問が何かあったりしないかなっていうところで、何かありますかね。さっきね、コムちゃんに対してあのロシアのことお聞きくださってたんですけど。ある？なんかある。はい。あかさたなはまやらは、あかさたたぎょうのたちつつ、あかさたなはさんは、あかさたなぎょうのな、な、あかさたなはまやらは、何人？全部？全国の土屋訪問介護さんには何名ぐらい、全国でということ、全国で何名ぐらいのヘルパーさんが登録されているんですかという質問で、合ってますか？合っている。はい。まあ、まず名前がホームケア土屋というんですけど、あの、本来調査員数というのは分かります。これは富田さんの。調査員数は今1106名ですね。1106名で。1164。あ、1164になったんですか。富田さん、ありがとう。ありがとうございます。ということで大丈夫ですか？他なんかある？ある？はい。あかさた、他行のた、た、たですか？あかさたなはまやら、和行の和音、たん。あか、か行、あ行のあ、単位が。あかさた、どれほど違った？単位が2個ほど違いましたということで驚いております。その人数の多さと。そうですよね。いや本当にあの規模は本当に大きくて、スタート時点からね800人いたっていうような感じなので、でヘルパーで、そのあの土屋ではアテンダントって言ってるんですけども、アテンダントではないその本社業務の人とかも結構いたりとかはするので、あの、まあ、そんなことは150人だろうと思う。本社が150人ぐらい。今クライアントはだいたい600人ぐらいでしたっけ。でまあね、あの一人一人のクライアントの方もあの必要だけのサービスを、ね、受けてるわけではなかったりするっていうような状況なんですね。本市って当てる？アーカーサータナ本州？本州？本市？アーカーサータナハマヤ本社？アーカーサータナハワ？あかさたな、な行のな、あ、あ行、か行のか、中野ですか？本社は中野ですか？いや、
本社はですね、岡山県の茨城ってところにあるんです。でも本社といっても、そこに詰めてるのは2人か3人だけです。あとはこういったズームで全部やってます。で、全国にね、散らばってるんですね。もう本当に北海道から沖縄まで事業所があって、で、いろんな委員会とかも、全国の、いろんな人たちがつながって、いろんなその事例とかを見ながら、見ていくっていうような感じでやってるんですね。うん、で、じゃあですね、天畑さん、最後に、今、天畑さんが主張したいことをちょっと一言、お願いしてもいいですか？考えてなかった。ありますか？はい。赤さたなはまやらは赤さたな、いける？いけます。いける。主張したいこと。ある？はい。あかさたなはまやらはあかさたなはま魔行のまみむめもあかか行あ行のあいうもあかさたた行のたちつもつあかさた行のたちつてとあ行のあいうえをか行あもっとあかさ作業のさしし、あかさ作業のさしつせんヘルパーセイド、あかさたなはまいかが広まる、認知され広まること。他の言葉とかあり、大丈夫、あり。もっと次戦ヘルパーセイドが認知されて広まること、プラス、あかさた行のたちつてて、あかか行、あ行、さ行のさしし、てしであてる、てし、あかか行のかきくけ、てしのあとが、あか行のかきくけ、こっぽ、仕事が、仕事、思考、あかか行のかきくけけ、でい、自己決定が、あかさた、他行の立ちつけているようになることであてる。重度障害者がどういうことであってますか？はい、じゃあ、今聞き取ったことをお伝えします。もっと実践ヘルパーの制度が認知され、広まっていくこと、それと、当時重度身体障害者の自己決定というものがもっとよくできる社会になること、それを望んでいますということです。それで合ってますかね？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、先ほどこもちゃんからもあったんですけど、第3弾でこの死生観についてお話をまた伺っていくということで、またぜひね、お越しいただけたら嬉しいなと思います。今日はですね、ありがとうございました。ちょっとまだね、聞き足りないこといっぱいあった感じですけれども、また次回を楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は死生観と、そうだそうだ。意識って、いいですね。意思決定支援のとこ、重度心身障害者向けの意思決定支援の制度のところですね。そこのところをちょっと、ね、聞いていけたらいいなと思います。はい、で天畑さん、山崎さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではですね、来週の8月6日のこもちゃん TV は、ガラス、かわいいガラス仏具のお店を
されている住吉育代さんにお越しいただいてお話を聞いていこうと思います。はい、ではですね、皆さん最後出てきてください。はい、皆さん画面オープン。ありがとうございました。では行きましょう。来週8月6日のコモちゃん自分も来てくれるかなって言ったら、いいコモって言ってね、言ってくださいね、天畑さんも。はい、では8月6日金曜日のコモちゃん TV もまた来てくれるかな。いいコモ。ありがとうございました。